旧、与那城区町役場与那城区町は沖縄県中上郡に属していた町。町域のすべての島が海中道路や橋で結ばれている。2005年4月1日に、串川市、石川市、中上郡活連町と合併して、うるま市になったため消滅した。町役場は焼け名に置かれたが、1993年に現在地に移転するときに役場周辺をあざなお。 中央とした。合併後は、うるま市役所与那国庁舎となった。沖縄本島東海岸に突き出た横津半島の北半分と4つの島からなる。すべての島は、海中道路や橋によって結ばれている。南は、勝連町に接し、北は、金湾に面している。池島で1万年前の人の化石が発見され、古くから人が住んでいたと思われる。近くに、 鹿の洞窟や中原遺跡が復元されている。もともとは、カツレン紛りだったが、1676年に分離し、西原ぎりとなった後、平田ぎり、そして与那伏まぎりとなった。1896年の軍区制で、中上郡に編入した後、1908年4月1日の当初町村清志港で与那伏区村となった。平安座島、宮城島、池島、 矢ぶ島は長らく離島で、復帰前は周辺海域も合わせて、余活海上政府立公園として指定されていた。しかし、復帰直前の1970年代に入り、石油コンビナートが平安座島に建設。沖縄本島とは約5キロメートル離れていたが、干潮時にはそのまま歩いて渡れるため、そこに石油業者が海中道路を建設。 わずか1ヶ月余りで完成した。海中道路は1960年代にも住民によって建設に動き出したものの、総工費が予算をオーバーしたため建設を断念した経緯がある。こうして海中道路で平安座島と結ばれた後、1974年には埋め立てで宮城島とつながり、1982年には池大橋が完成しついに、 池阜島とも結ばれた。完成当初は業者のものだった。海中道路は後に村道となった後、1991年に県道に昇格した。昇格したのを機に、海中道路の整備も始まり、1999年に現在の海中道路が完成した。また整備中の1997年には浜東大橋が開通し、 平安座島と勝連町の浜比島と結ばれた。1994年1月1日に町に昇格し、呼び名を、ヨウナグスクから、ヨナシロに変更された。その頃から、隣の牛川市と勝連町との合併が浮上。最初は3市町での合併だったが、後に、石川市が加わり、4市町の合併となった。そして2005年4月1日に、牛川市、石川市、 カツレンとの合併で、ウルマ市となり、ヨナグスク町は消滅した。合併後、住所は、中上国ヨナグスク町技から、旧町名のヨナグスクが、ウルマ市と地以下の集落名の間につき、ウルマ市ヨナグスクとなり、ヨナグスクと各集落の間に地はつけない。ただし、ヨナグスク地区は、あざなと、旧町名が同じであるため、ヨナグスクを重ねずに、ウルマ市 ヨナグスくとなる。本島内は、旧町内にある、やけなバスターミナルから串川小わ、とを結び、61番と227番を、除いては、那覇バスターミナルとを結んでいる。また127番のやけな線は、小座を経由した後、沖縄自動車道で、那覇市内へ向かう。ありがとうございます。